こんにちは。速歌塾の久保です。また、あの、このテーマになってきましたけども、アービータオですね。アービータオが飛んだらしいですね。で、アービータオについて情報をお願いしますということで、今日もね、えー、お問い合わせをいただきました。えっと、合計でこれでですね、40件ほどになるんですけども、あの、プラストークンの時もお伝えしましたけども、私ね、アービータオもやってません <laughs> え。当然ですね、アフィリエイトの,お,もあのお誘いとかありましたけども、私、アフィリエイトをやってないわけですよ。 私アフィリエイトをやってないっていうのはどういう意味かっていうとアドセンス報酬とかそれから YouTube のね、えー、そうやって広告収入っていうのを頂い,いてますよそういう意味ではアフィリエイトを完全に手を切ったわけではないんですけども私が誰かから案件を預かってそれを紹介してそれを購入したりねそこに登録した人がいるという実績をもとにアフィリエイト報酬を 広告元からいただくっていう、こういう形はもうやってないってことです。いわゆるね、オプトイン系のアフィリエイトは私も完全に手を切ったわけですよ。だから誰から誘われてもやりません。えー、で、アービータウンに関しましては、私は紹介動画とかを全く作ってませんし、その前から暗号通貨のね、紹介動画、i c o の紹介動画なんて全く使ってないわけですよ。むしろ i c o をやめとけっていう動画をね、1年以上私はお送りしてましたけども、結果はあ皆さんのね、ご存知の通りだと思います。で、今回ですね、この吉谷さんの動画に返信するために、 この一旦動画をねまた撮らさせていただいてるんですけども、まあ、今回はアービータオっていうねなんかお金を置いとくだけでなんか増えるでそれは90日ロックみたいなそういうのがあるらしいですね私知りませんよやってないからで今回の動画のテーマってのは何で詐欺にかかるんだってことですよそれはですね楽して自分だけは稼ごう っていうふうにずるい考えを起こしてるからなんですよこれはっきり言ってずるい考えですそういうずるい考えがあるっていうことをきちんとですねビジネスを仕掛ける方は知っているんでそういうずるい人向けにあこれ簡単に儲かりますよまずお金くださいみたいなのを商品として置いてるんですよまあ、これは商品とは言えないですね私にとってみたらこういうのがあるから正しいものが流通しない、うん、困ってるわけなんですよだからなんて言いますかねあの、えー まあこういうのが本当になくなればなーと思いながらあ自分ではなくならせる力がないんで自分の狭い世界でですね、うん、記憶正しく、うん、まあ1,000人前後の軍団でやっているって感じなんですよそれもまあそっか軸なんですけどもでもですね、あのー、ご自身で本当にあいいものに出会ったなと思ってそっから動かなければもう詐欺にかかることはないんですよはっきり言ってね <laughs> でも詐欺に何でかかっちゃうのかとか何でねあやふやなものにお金を投じてで お金が出なくなくっったたたとかか言ってあ,たあたするのか、うん、でプラストークンにしてもアービータウンにしても私は全く知りませんよ全く知らないんで答えることはありませんけどももしね飛んだとかなんとか言って導入するくらいは導入するくらいだったらなんでそこに参加した以上自分なりのリサーチがあって覚悟があったはずなんですよでリサーチもしてない覚悟もしてないお金だけ投げた それがだからずるい考えと思います。私はね、どんな船に乗るにしても、その船がどこに着くのか、いつ着くのか、沈没する可能性はあるのか、船長は誰だと、そこに乗った実績者はいるのかと、とこういうことをね、調べれるだけ調べて、そして自分の判断を持って覚悟しますよね。どんなリサーチしても船が沈没することはあるんですよ。天変地異が起きることもあるんですよ。絶対安全とかね、そういうものはありません。えー、そしてですね、 あのその情報を伝えてくれる人だけのことを信用するわけではないんですよ情報を伝えてきて,てくださってる方っていうのはその人の考え方やバイアスとか自信ってものが含まれてますよね、えー、ある意味ではあの人を騙してやろうっていうからくりまで存在するわけなんですよで資本主義社会っていうのは人を騙すとかね詐欺だとか誤情報ってうこういうのが当たり前にあるわけですよだから自分で選別して自分で乗っかるかどうかを決めてしかも覚悟までしなくてはなりません 飛んでも、でも大丈夫だよって状態を作っていかないと乗っちゃだめですよ、やっぱり投資事なんて特に。投資っていうのは、お金がなくなることを覚悟していかないといけないですからね、まあ、そういう意味では私はですね、投資をする前にビジネスをマスターすることは必須だと思います。 吉谷さんっていうのはあの常にね毎月毎月売り上げを自力で作るわけですよしかも再生回数の少ない視聴者さんファンの少ない中で濃いものをきちんと作り上げていくことができますしやっぱりねリピートを起こすだけの力もあるとそういうところは真っ先に学ぶべきだと思いますこれはねあの私でもかなわないところだと思いますよ 好きな時に商品作って好きな時に視聴者さんに訴えかけてで、えー、セールスを繰り返してきちんと成功させるみたいなねある意味私はあのー、視聴者さんに物を売ることをもうね恐れているわけなんですよ、うん。本当は売った方がいいんですよ。売ってあげた方が絶対いいと分かってるんですけども私は結構ね、えー、その辺では売り続けることを恐れている面があって、えー、投資に乗っかってその金利とかね利,利回りってものをいただきながら。 それから極力視聴者さんからファンの方からはお金をいただかないように考えてやってるわけなんですよね。まあ、この辺が吉谷さんと私が共までガン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 売ったら結局視聴者さんって吉谷さんの動画を見る私の動画を見るっていう両方がね成り立たなくなるんですよ。 でも、吉谷さんの動画を見て、まあ、多少お金使うけども、そっか塾の動画を見たらあまりお金を使わない。むしろ増えていくみたいな形があったら、両方ね、やっていけると思うんですよ。<laughs> まあ、そういう意味では、たまたまですけども、うまく噛み合ったのかなと思います。で、基本的には言ってることがやってるとこ、ことっていうのは、吉谷さんはね、同じペースっていうかな、ね、同じことを言ったり、やったりしてるわけなんですよ。で、お互いの尊重心もあるし、で、凡事徹底力は多分日本随一だと思います。あのね、私のこの凡事徹底力についてくれる方っていうのは、 まああの何ですかねネットワークビジネスとかをすごく広める人でもいないんじゃないかなと思いますよね。でよくねあの引き合いに出されるのが和泉忠さんっていう有名人がいますよね。 泉忠みただしさんもものすごい有名な方で力のある方ですよね。で、いろんな案件を紹介しましたよね。でも、動画のアップロード本数は私は吉谷さんの方が上だと思います。どうですかね <laughs> この辺はちょっとはかな叶うところではないかなと思いますけどね。という形で、今回は、うん、心の中で泉みさんに勝ったぞという <laughs> 負け惜しみを言いながらの動画終了になります。まあ、アービータオってのはあの私わかりませんのでね、<laughs> すみません。プラストークンと同じように全く私は判断できませんので、その辺、 ご了承ください。いつから質問いただいても答えられません。すいません。知りませんとしか言いません。では、失礼します。